実はバトルリーグっていう飛翔本時代、あと飛翔本を卒業してからもしばし続けた11年やった、僕が今までやった番組の中で一番長く続いた番組があるんですけど、何を隠そう、その初回のバトルリーグで僕決勝に行ったんですね。要はリーグ戦 A リーグ B リーグみたいなのがあって、その A リーグと B リーグの1位同士が決勝をやると、で勝った方が優勝で賞金が当時で10万円ぐらいもらったのかなっていうので、僕とあくみくんが決勝で戦うことになったんです。で、僕、その決勝の日の前の日、原稿の締め切りがあって、夜中ずっと原稿書いてたんですね。で、朝ね、確かね、7時ぐらいに出れば、間に合うよという状況だったんで、で原稿書き終わって、5時ぐらいだったんですよ。で、2時間あるしっていうことで、とりあえずじゃあ、軽く寝ようかって思って、寝たんですよ。で、寝て、目が覚めたら、夕方の4時半だ。携帯を見たら、目覚ましはかかってたんですけど、マナーモードだったかサイレントモードだったかわかんないですけど、何しろ鳴らない状態になってて気づけなかったんですよね。で、その後プロデューサーからもう鬼出ですよ、上から下までザーッと、もう一回寝るかとかちょっと一瞬思ったりとかね、もうこれ無理じゃないかなと思って、多分もう俺番組クビだなって思ってたら、一応だからすぐ電話はしましたよ。したらもう何でもいいから今すぐに来いと言われて、だから慌てて支度して5時過ぎ6時ぐらいに着いたのかな。ったらもうあくみくんが3000枚4000枚ぐらい出てて、俺残り1時間半とか実践時間が、確か当時ね7時半だか8時ぐらいまでの実践だったんで、打ちますよね。で吉宗を打ったんですよ。そしたら割とサクッと当たって、リミッター2周しちゃったんですね。サクサクって。当時の吉宗のリミッターは、1回につき大体3500枚ですから、最初5000何枚ぐらい流して、結果優勝したという話がありましたよ。今でも鮮明に覚えた、その時のことは。かなり強く記憶に残ってます。非常に思い出深い。ね。だから、遅刻もしてみるもんだね、なんつうんでね。その時は言えなかったですけど。はい。そんなこともありました。見たような気がするスカパーだよね。そうですね、サイトセブン TV でスカパーの、そこから遅刻のイメージがついたんです。ただ遅刻の力は岩をも砕くって言葉知ってます？遅刻も極めれば武器になりますから、はい、遅刻芸だと思っていただけると幸いでございます。あ、今日もやってんなと